ドラゴンクエスト11も発売間近ですね。どうもクエストです、私が。ゴンですねあ、遊び人のゴンですねアシスタントは女勇者ヨキュンでーす。いやー、はい、前回、うんはい、ちょっとね、うん、本当に大事件だった。大事件、うん、え今回は私ちょっとプレッシャーを感じた。遊び人の顔をしてもらって確かに。職人の顔するでしょ。職人どうしたの遊んでられない。遊んでられない。とりあえず、団長うんくれーはーいはいということで、うんうん、お分かりの通り、うんスクエアエニックスさんの日本の伝統と歴史ある人気 RPG シリーズドラゴンクエストモンスターズスーパーライトスーパーライトスーパーライトそんなところに気を配ってるないの気が気じゃないんだから気が気がないぞ下に向かってやるんじゃないよ分かんない後ろの次は下だろもう下割りあちょっと待ったんあれあそこ歩いてんのあれだ あれあ、それ違う、それ違う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 似てるけど違う、似てるけど違う、あ、いや、やっぱりそうだよドラクワさんでーすドラクワさんだあ、ドラクワさんだったのかどうでした江口洋介さんだと思ってた伝わらないな前回ね、うん、ヨキューンが神引き見事ピンポイントで釣り上げましたね。ですよね。そうだね。だってもらったね十連券だから実質これはもう、うん、プレゼント配布されたようなもんですよ。配布版。はい。何度も言いますけど、うん、出る可能性が。そう私その可能性を引き当てたという。うん。これよくない苦情が多分いっぱい殺到してると思うんですけど。どうして？あれみんなもらえるんじゃないんですかみたいな。あーあ。みんなもらえるんじゃないんですか。いやー。ダメな人。前回のね終わり際にジャスク言ってましたけれども、うんはい、バーンを2体出すと言ってましたね。言ってましたね。言ってた。だって神引きするって。うん。表現が。言ったよ。言ったよ。言った。言ったよ。ちょっと VTR どうぞ。バーン。みたい言いましたね編集ごめんね、うん、出しちゃうでしょ2体でいいのいや、いいです2体でいいいいです3体9体あったらいいって言ってたよまあね、うん、いやいやいや5体出したら5体じゃなくて画面に2体出てくることがすごいと思うので、うんうん、5体出したらこれ多分緊急メンテナンスそっかそっかそっかさすがに入るかも確率ちょっともう一回見直そうみたいな、うん、ということで早速ジャス君から私からはい、うん、弾いていただきますかそうですねはい2枚を見せてもらおうじゃないですかね2枚見せていただきましょうはいということで私の画面いきましょうこちらですドンはい、急に遊び人っぽくなってきた引いちゃうよはいということで引きたいと思います聞き取りづらい外してください外してください、はい、よしさあ、じゃあ行きますかねね、2体ですからねでも僕はね、ここで2体こうね、2体出て、1体出て大変な事件になると思うんですよ、ね、だと思いますよ、うん、そしたらね、うんヤフーニュースで取り上げてもらえないですかさあ、それでは行きましょう第2番登場のこちら10連地図福引きスーパーよし熱くなるまさか反応しないっていうねゆっくりね、はい、よし、こっからだ行くぞ、はい、目押しする空間を漂って危ないよ目が目が危ない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 今だ来たうわぁいいかーバーン様来た来たぞ同じですあーこれ欲しかった
綺麗な投資だった。いいですね。人面人いいですよ。来ると同じ位置です。同じ位置。あ、これ舐めるやつ。開けんなよ。開けんな。ガチだよ。イドマ人だよ。イドマ人出たよ。あ、トラ男また出た。いやいい展開。でも S まで成長するモンスターは結構出てますね。決して悪くはないとは思うんですけど、寝てる。ね、まあ目標地点が高かったですからね。そうですね。はい。さあ、ゴージャス動画始まりました。そんな動揺混じりでスタートしないでしょ。出るわけないんだよ、そんな簡単に。そうですよ。だから俺から行きましょうって言ったんだよ。そしたら、そしたら関係でって言われて。そっかそっか、そう。ユキがピュッて出しちゃって。出しちゃって。こんなことですよ。こんなことですよ。この怒りをクエストにぶつけたい。うん。ね。この間の欲求の続き。ですよね。なんかさらに難しくなっていきますもんね。そうですね。はい。いや、言うても、ドラクターさん。はい。僕、バラン50回回りましたよ。お、やり込みましたね。すごい。本当に。もう、だから、次のやつも50回回ります。おぉ。本当に、軽く。ね。ほら、ちゃんと見てください、これ。クロコダイムちゃんと。お、ちゃんとプラス、はい、全部これ星4ですか。星4ですもん。おお、もう完璧なんですもんね。よし、ボコボコにしよう、これ。はい、このメンバーでいきたいと思いますね。明らかにフレンドの選び方が偏ってます。偏ってないですよ。ドレアムだっけな。ドレアムが本当ね、これで。ドラムちゃんはすごいですけどね。もちろん強いからいいんですけどね。どうもない。すいません、ちょっと。どういうことじゃなかった。気になりますよね。すごい気になっちゃったんで、なんか。遊びじゃない。遊びじゃないの、これ。よし、これでいきましょう。はい。うん、冒険する。お、ね。キルバン。こちらのね、ストーリーの方もユーザーさんにはぜひ楽しんでいただいて。そうですね。ある程度やっぱり話がなんとなく分かる感じになってると思うので。はい。で、ヨキなんかもね、何度も言ってるけど、ぜひ原作を読んでいただきたい。いや、本当に読んだ方が楽しいですよ。ね。アニメもね。うん、見ていただきたい。見ていただきたい。うん。さあ、お。ヒムもらえますからね。そうですね。ヒムもログインボーナスで一体は間違いなくもらえますし、もちろんここで仲間になる可能性もあるというところですね。ヒムもね、すごくいい男って言えばいいのかな、男なんですよ。そう、こういうとこなのよ。こういう長い通路をね、バンプレスってこうさ、四方八方にこう広がってて、みんな別のところに散って、そこから真ん中に目指すんだけど、それぞれに当てられるのよ。なるほど。ポーンたちがね。で、それを倒しながら進む。戦いがまたすごいね、一人一人いいんですよ。うん。はっ。ヒム。ヒムちゃんは本当にね、いい男なんです。これヒム倒して終わり？まあとりあえず何も言わずに。この先も行きましょう。だってあるあるあるよ、きっと。これ700でこれ。あ、大丈夫。ミスター。よし。オリハルコンでできてるんですもんね。強いんです、だから。え、起き上がんなかったね。あ、そっか、音落ちるときはあそこで来るんですか？だと思いますね。あと、あの大決戦福引券みたいなのもらえると思うんですけど、はい、それの福引でも仲間になることがある。うわ、あ、アトルは？もういけんじゃない、これ。ちゃんとメッセージを読みながら
やってた方がいいと思います。ちょっと待って、ちょっと待ってね。スピードどうやって書いてるっけ。オプションからオプションで、そうですね、そのぐらいだったら多分信任はできるじゃないですか。よいしょ。さあ、まずでもこれで、まあまずはそうですね、普通に正攻法に行くのでいいか、下げる、1か、聞くけど、でもこれ全体ですからね。これいいや、これは回復要因、復活要因でいきます。ガッツ、ほら強いでしょ。強いんです、うちのワンちゃん。うっす。あ、マイナス2。すごい削ってる。よし。おお、最新技。そんなに。あん、あん、あん、あん。うおお。大丈夫、全然。全然大丈夫。力を貯めている。キャラを添えてるって言った、それということはっていう話ですよ、うん、じゃあ危ないっていうこと、しかも、うん、回復しなくていいね、次のターンってことだから、わかる、うん、うん、早いな、どうしたどうしたどうした、どうしたどうしたどうした、早い、いや、もうあっちが攻撃する前にやっちゃえばいいんだったら、おお、そうやったらいつもやってきた、た、確かにキャサリットル、いける、スピリオのセイマさんが入るんじゃないかな、大ダメージ、いや、噛み砕きの方がでも、おっ、こっちも強い、あの、ハテナ系なんでダメージ通るはずなんですよね、うん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 、ベース抜けねえよ、もう使った方がいい、うー、今のはデフォーおー今のいや、これで違うんですよ、トラコさん、はい、僕のラーメンはベホマラないんですよ、あ、そうかザオリクはありましたよね、ザオリク、ザオリク、はい、ザオリクで誰かを、うん、同じこと思ってます、大丈夫です、はい同じこと、そうですね、世界中の歯もあったような気がするんで、持ちこたえれば起こしたいですね、ドラゴンさん、はい、大丈夫です、はいこれは回復、いや、ここで復活させた方がいいな、いや、いけるな、これ絶対いける、気持ちいい、折れてないから折れてない、さあ、どこまで消せるか、絶対いける、2回でいけるいらないいらないいらない、回復などいらない、大丈夫、もうちょっとさあ、これあれですね、次どっちが先に動くかじゃん、いけるか、ああ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 あこれあれですね、マジックバリアを張れるタイミングがどこかあれば今のもう耐えきれたかもしれないですけどね、え、これ通してませんいや、広いバーが見えますね、うん、これ、え、これでプレミアムサラメ倒しましたよ私なので僕だったらば呼んじゃいますけどね呼んじゃう、どうしますか、呼ぶ、この次もありますもんね、うん、そこはノーコンテンツでいきますよ、うん、読んだお、まさか一体やつ、もしかしてしかも自分じゃないですかねよかったー、よかったっす、でもすごい惜しかったですけどね、すごい、でも30できたらいいっしょ別に30できたら痩せ物じゃん
お、鍵取りましたね。お、30で鍵取ったら完成した。最高。じゃ、急いで次行きますね。次は、はい、クリアウェイト。うん。お、レベル上がった。レベル上がってた。さっきの、さっきのででも、うん、75って、うん、ねえ。今回前編と違って、うん、結構難しいですよ、うん、75のレベルってどのぐらいに思ってらっしゃるんですか、ね、ちょっとね、がっちり固めた75のところね。 OK、スレッ、よし、あ、キム、髪伸びた、あ、キムちゃん、おう、キム。友達みたいな。おう、で、浮かねえぞ、俺は。うん。力を貯めている。2、来た。2、来た、こっちの前だ。うが、つつつつ。大丈夫。おう、おう、おう、4! 力を貯めている。スペティフよく生き残ってますね。うん、早く助けてあげてほしい。それもいさすの、あー、もう出ない。ただ普通の殴りでもやっぱドライブ強いと思うんで十分大丈夫。900ミス、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 大丈夫だよ、うるさいんだよ、みんな。やってんじゃん、ちゃんと。つるだ、まあ、でも絶技使えないですよね。大丈夫だよ。何も感じ、何もやってない。もうちょっと。大丈夫、大丈夫、800万だよ。大丈夫、900万って絶対大丈夫。お、いけそうですね。よーし、クリア。素晴らしい。うるさい。大丈夫だよ。みんなビクビクしまくってる。本当に勇者だぞ。いや、遊びねえんだ。そうなんだ。初めになったね。あら、鍵、あれ、鍵落ちやすい気がしますよ。すごいですね、連続で出ましたね。ねえ、うん、あ、いや、もう前編より結構難しくはなってますよね、うん、結構、うん、これがまだありますからね、しかも先が、え、まだまだあるんすか。いや、この先結構まだあるよ。まだあります。え、だってミストバーン、キルバーン、うん、大魔王残ってるでしょ。力入れとんなぁ、おい。より一層強くなって、うん、そして、うん、また闘技場やろうな。そうですね、うん、ぜひまだこちらの方ですね、コラボの方楽しんでいただいてですね、はい、ということで、ドラクワさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、そんなこんなで、これからも成長していくのでね、はい、皆さん、シャープ1から続く、はい、我々なりの大冒険いろいろ進化してますからね。はい、そうですね。でも本当強くなりましたよね、随分。すごい。初め超弱かったけど。でもね、ゼロからの、一からのスタートですよね。そうね、うん、うん、私はドラヤムちゃんを手に入れて、あれだバーンだからね、うんうん、そうですね。どっちが強いか勝負ですよ、この。バーン派、バーン派かドラヤム派か、あんたはどっち。コメントで。ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。いやでも本当に熱が入るし、うん、この戦い自体ね、あれだ、10連最後やろ。まさか、もったいないから、んあれ、こっちのバラの方、これ画面もう一回ちょうだい。
ここで見せるよ、じゃあバラン出して、最後の最後にバラン出してうおーで終わったら本当に、いやそれはすごいすごいですね、それは、はい、もう土下座ね、いいよ、うん、ちょマジバランそんな軽い男じゃないから、うん、いやいやステップ8の男だから、いやいや俺私もうバランのステップ8って、俺50回待ってる、50回待ってる、正直言うと54回ぐらい待ってる、すごいわ、出てほしいわまだわかんないよ、まだわかんない